はい、こんにちは、うどんです。今回は先日のちらっと開封動画でご紹介しました、自作パソコン用のケースなんですが、マイクロ ATX 用のケースとしては最小クラスに小さくて、でデザインもシンプルなんですよね。でこれに実際にパーツを組み込んで、自作 PC を完成させたいと思います。で、あとこのケースの上面は Mac Pro を彷彿とさせるような穴が開いてまして、つまり大根おろしみたいだなっていうことで、大根おろしの機能も備えてるのかどうか調べてみたいと思います。というわけで、今回はまずは今回ご紹介するケースの概要なんかをご説明しまして、で次に実際にパーツを組み込むんですが、マイクロ ATX がないのでミニ ITX で組み込んじゃいます。で最後に起動しまして、動作チェックからの、大根おろしチェックといったメニューとなっております。でこのうどんの機材部屋チャンネルでは、パソコン関連の謎を追い求めたりしてますが、大根の辛みが鼻にツーンとくるぐらい刺さっちゃいましたら、コメント、高評価、チャンネル登録いただけますと嬉しいです。でこのケースは ZZAW-B3 っていうのが商品名でしょうか。まあ、アリエクスプレスで1万2000円ぐらいで購入しました。でこれはマイクロ ATX 用で、中くらいの大きさのマザーボードに対応しているんですが、その割には非常に小さくて、でミニ ITX っていう小さいサイズのケースと同じぐらいか、ものによってはそれより小さいぐらいなんですね。でこちらはクーラーマスター NR200P っていうミニ ITX 用のケースとの比較ですが、やっぱり小さいですね。で前面は文字なんかがちょこっと書いてありますが、シンプルです。で背面は入出力関係で、電源ユニットを内部に配置するのでコネクタだけ延長されてまして、これが後ほどちょっとアレな感じになっちゃいます。であと 9cm のファンを1つ取り付けていきますね。で右側面は何にもなくて、で左側面はガラス仕様のスケスケです。ちょっとスモークがかった感じの強化ガラスってことです。で下部にも穴がたくさん開いてまして、ネジ穴もいっぱいありまして、おそらくハードディスクやファンを取り付けるためのもののようです。でちなみに下部にはファンを 12cm なら2つ、で 9cm なら3つ取り付け可能ってことです。ただ配置的に PCI スロットの4つ目と配達仕様的な感じですね。で上面には赤い電源スイッチと USB3.0 ポートが1つあります。であと大根おろしみたいな穴がたくさん開いてまして、後ほど大根をすりおろせるか試してみます。でこの穴開きパネルは2枚重ねになってて、1つ取り外せて 9cm のファンを3つ取り付けられるようです。ただなんかネジ穴が片側に2つずつしかないので、ビビリ音が出ないかちょっと心配です。であとこのパネルがなんか反っちゃってまして、グニグニと矯正しておきました。で中身の方もシンプルで、謎のパネルと、その裏に電源ユニットを取り付けるところがあるだけで、あとはほぼ四角い箱ですね。でアルミの厚みを測ってみると、前面と背面が 2mm でその他が 1.5mm ぐらいで、強度的にはギリギリ許容範囲って感じですね。ネジ関係は舐めやすそうなんで、ちょっと締めるとき注意です。で付属品ですが、必要最小限で、ファンもないんですが、謎の金物がありまして、で QR コードがあるので、説明書でも表示されるのかと思って読み込んでみたら、謎のショッピングサイトに飛ばされました。で今回組み込むパーツですが、CPU が Ryzen5 5600X、すでにマザーボードに取り付けてありまして、でそのマザーボードが Gigabyte B550i Aorus Pro AX、ミニ ITX サイズですが、ネジの位置はマイクロ ATX とも互換性があるので取り付け可能なんですね。でメモリがチームの DDR4 4000MHz のオーバークロックメモリ、合計 16GB、とりあえずマザーボードに取り付けられるのはどんどん取り付けちゃいまして、で SSD がトランセンドの M.2 の SSD1TB、で電源がコルセア 750W の SFX 電源。でケースの方にマザーボードを組み込むんですが、その前に今回は M.2 を PCIe に変換して、
で、そこに 10GB の有線 LAN カードを取り付けたいので、ライザーケーブルを取り付けまして、で、ちょうどいい長さになるように折りたたんで、強引にマザーボードを設置します。まあ、いろいろとギリギリになっちゃいましたが、大丈夫でしょう。で、電源ユニットも所定の場所に取り付けまして、まあ、なんか電源の延長ケーブルが長めなんですが、やっぱりマイクロ ATX 用にミニ ITX だと、スカスカな感じですね。で、次に CPU クーラーなんですが、今回は AMT 純正の、レイスプリズム RGB? まあ、これを用意しました。で、これはライゼンの CPU の上位モデルに付属している CPU クーラーなんですが、設置面に導線のヒートパイプがあって、まあ、冷却性能良さげですね。まあ、あとピカピカ光らせることもできるようです。で、5600X 付属の CPU クーラーと比べてみると、まあ、だいぶ大きさに差がありますね。というわけで取り付けようと思ったんですが、備え付けの電源の延長ケーブルと干渉して取り付けできませんでした。まあ、ミニ ITX だと CPU の位置がバックパネル側に寄ってるからなんですよね。まあ、おそらくマイクロ ATX のマザーボードならもう少し自由度はあるでしょうか。というわけでクライオリーグの C1 っていう、まあ、平べったくて14センチファンのやつを取り付けようとしたら、まあ、こちらもまたメモリと干渉しちゃってダメでした。まあ、なのでサイズのビッグシュリケン3を取り付けてみたところ、まあ、こちらは問題なさそうでした。まあ、純正クーラーより大きいのでそこそこの冷却性能はあるでしょう。で、 M.2 からライザーケーブルに延長したスロットに 10GB の有線 LAN カードを取り付けまして、で、ここで気づいたんですが PCI カードのブラケット、まあ、これを引っ掛ける部分がないんですね。まあ、先日の小さいゲーミング PC のケースでもそうでしたが、まあ、このコストダウンはいただけないですね。グラグラしちゃう。で、グラボは AMD レディオンベガ64を取り付けます。っていうのも、ハッキントッシュでも動作させたいんですね。まあ、最近の NVIDIA のグラボだと、Mac では動作しないので、ベガ64を取り付けます。で、スロットのカバーと、側面のガラスパネルを取り付けまして、まあ、ただこのガラスとケースの間にクッションがなくて、なんかネジと擦れてキーキーになっちゃいそうですが、まあ、実際閉めちゃえばなりません。まあ、とりあえずこれで完成でしょうか。で、モニターやキーボードなんかを接続しまして、スイッチオンしたんですが、まあ、なぜか反応がありませんでした。というのも、電源の元栓スイッチを入れるのを忘れてました。まあ、電源ユニットを内部に配置するケースだと、まあ、よくやっちゃいますね。で、改めてスイッチオン、問題なく起動しまして、で、 M.2 変換ケーブルで取り付けた 10GB の有線 LAN カードも、まあ、自動でドライバーが認識されて問題なく動作しました。で、冷却性能なんかを調べるために、OCCT のパワーモードを10分間実行したところ、CPU の温度は80度弱ぐらいと、まあ、本当のギリギリの許容範囲でした。で、グラボの方は、元から爆熱のベガ64なんで、80度を少し超えてました。というか、なんか謎のエラーが出てまして、まあ、おそらくベガ64が原因だと思うんですが、なんか最近不安定だし、まあ、ただ FF15 ベンチを実行してみると問題なく最後まで完走するし、デバイスマネージャーでもエラーは出てないんですよね。で、熱暴走的な何かかなってことで、まあ、とりあえず分解してグリスを交換してみます。まあ、保証も切れちゃってるんで、まあ、ただ元からネジ山が潰れてたり、コネクターの一つが硬くて抜けなかったり、まあ、分解にちょっと手こずりました。で、パカッと開いてみますと、まあ、やっぱりグリスがちょっと硬くなっちゃってましたね。で、あとグリスの残り方がヒートシンク側とぴったりひっついてない感じになってました。ということでグリスも拭き取って、エレクトリッククリーナーをブシャーっと全体に吹きかけてきれいにしまして、で、新しいグリスも塗って元通りですね。で、ガラスパネルなのに中身に光り物が少なくてあんまりかっこよく見えないんで、CPU クーラーのファンを少し光るタイプに変えてみました。まあ、と元からついてたのはスリムファンなんで、まあ、こちらは通常の厚みがあって冷却性能も上がるんじゃないでしょうか。というわけで先ほどよりかピカピカ具合が出てきましたが、まだまだしょぼいですね。まあ、いずれ RGB ファンなんかを追加してもっとピカピカさせたいと思います。で、改めて OCCT を実行したところ、
やっぱり CPU 温度の方は74度ぐらいと、まあ5度ぐらい下がりました。でグラボの方はほとんど変わらず、最高温度は82度ぐらいでした。で謎のエラーも相変わらず発生してまして、まあ何なんでしょうね、ハンダクラック的なやつでしょうか。でハッキントッシュでも動作させてみました。まあ以前の動画で作成した MacOS10 がインストールされてる USB メモリから起動したところ、まあすんなり起動しました。まあ主要パーツの構成は変わってないからですね。で最後に大根おろしの実演ですが、キッチンステージにケースを運びまして、まあちょうど良さげな大根も冷蔵庫にありましたので、こちらのおろし面でこすってみたんですが、なんかツルツルって滑る感じで大根おろしにはなりませんでした。まあ出っ張ってる歯がないとダメなんでしょうね。っていうか本気ですりおろしたら白いドロドロがぶっかかって壊れちゃうんで、まあこの辺でご勘弁を。というわけで、今回は ZZAW-B3 っていう小型のケースで遊んでみましたが、まあ、マイクロ ATX を乗せられるケースとしては、まあ、小さくてデザインも良いんですが、まあ、金額の割には作りがしょぼい部分もありましたね。であとグラボのベガ64の挙動も気になるところですが、まあ、しばらく様子見しておきます。まあ、これ以上おかしくなったらオーブンにぶち込んでみましょうか。で今回組んだ自作 PC の今後は、RGB ファンなんかを搭載して見た目ゲーミング PC を目指していきたいと思ってます。うまい。今回は以上です。はい、ありがとうございました。わ、すごいミルキー、やばほぼミルキー、ふにゃふにゃになっちゃった。